こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の秋冬ニットおすすめ5選というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕の動画の中でもですね、結構ニットは大人の男性にとってのマストアイテムだということは日頃からお伝えしているかなと思うんですね。秋だったらニットを主役にしたような着こなしもできますし、冬場だったらその上にコートだとか、あとはダウンを羽織ってしまえば着こなしが完成しますし、春になったらまたちょっと素材感を変えますが、ニットを主役にしたような着こなしができるので、日本の気候の中でも3シーズンカバーすることができるニットというのはめちゃくちゃ便利なアイテムなんですね。で、アイテムの特徴としては、ニットは素材感が上品なので適度に綺麗めに見えるんですけども、だけどもジャケットだとか小綺麗なシャツに比べると適度なカジュアルさもあるので、まあ、ちょうど使い勝手がいいバランスになってるんですね。なので大人の男性には積極的にですね、ニットを使っていただきたいなと思うんですが、まあ、ニットといってもですね、いろんな選択肢があるんですね。丸首のニットもあるし、 V ネックもあるし、タートルネックもあるし、本当にいろんな種類があると。その中で今回は5パターンのニットを皆さんにご紹介したいなと思っています。まあ、それぞれ価格帯も様々ですし、あとはデザイン性ですね。このあたりもシンプルな丸首だけではなくて、今トレンド感の漂うものまでしっかりと皆さんにですね、おすすめお伝えしたいなと思っていますので、まあ、ぜひよかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしているので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的におすすめのニットを皆さんにですね、全力で解説をしていきたいなと思ってるんですが、まず1点目、こちらですね、無印良品のあらゆるミラノリブ編みクルーネックワイドセーター、価格が3990円ということで、本日ご紹介する中では最も買いやすくて使い勝手のいいニットになってるかなと思います。まあ、無印良品はここ最近僕の動画の中でもよく出てくるので、まあ、皆さんも結構使えるもの多いという印象をお持ちかなと思うんですが、このニットかなり使い勝手が良さそうです。まずはですね、素材ですね、ミラノリブ編みということで、割とさらりとした表面感でニットなんだけども、どちらかというとちょっと地厚なロンティー感覚で着れるのが、まあ、こちらの素材の特徴なのかなと思います。まあ、ユニクロでも同じようなものをやっていまして、まあ、ミラノリブニットっていうのは人気なんですけども、まあ、それに比べると無印良品は最初からですね、ワイド感のあるようなサイジングにしてあるんですね。かといって、まあ、あくまで無印良品なので、ドーンとでかいようなワイド感ではなくて、適度なゆとり感なので大人世代にも使いやすいかなと思います。まあ、これぐらいのサイズ感だとちょっとお腹がぷっくりしてる方であっても体型を拾わずに済むので、すごくバランスがいいのと、あとは今っぽさも漂うんですね。まあ、ユニクロのミラノリブもすごくいいんですけども、サイズ感ちょっとタイトめなので何個かサイズ上げなくちゃいけないなという印象があるんですが、無印良品のワイドセーターに関しては割とその点は使い勝手のいいサイズ感になってるかなと思います。まあ、カラー展開も豊富なんですね。全部で6色あるんですが、その中でも特におすすめしたいのはモカブラウンですね。これがなかなかいい色合いかなと思います。まあ、ベージュとブラウンの、まあ、中間ぐらいの色味ですね。ベージュをちょっとコクを深くしたような感じで、すごく曖昧なカラーなんですけども、このあたりのちょっとこうくすんだ感じのカラー、最近無印良品でも力を入れていて、すごくバランスがいいなと思います。これだったら例えば上にですね、ブラックだとかダークグレー、ネイビーのコートだとかダウンを着た時にも映えますし、1枚でもほんのり柔らかい色味なので着映えしますので、なかなかバランスがいい色味になってるかなと思います。まず一番最初にこちらをお勧めしたくて、まあ、その次にですね、なんだかんだで白 T 感覚で着れるようなオフ白ですね。これも使い勝手がいいです。パキッとした真っ白ではなくて、少し柔らかみのあるような黄みがかったホワイトになっていて、このあたりも冬っぽくてなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。上に暗めのコートを着ても、あとはベージュ系のステンカラーコートなんかを着てもバランスよく映えるので、かなり使い勝手がいいので、オフ白もすごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。で、定番のブラックもいいんですけど、個人的には濃い色であればダークグレーですね。こちらの色もなかなかバランスがいいです。まあ、最近ですね、このような深めの
のカラーだったらネイビーよりもグレー系が人気は高いんですが、シャープでモダンな雰囲気も漂うこのダークグレーもなかなか良くてですね、結構選ぶのが難しいというのが無印良品の今回のニットかなと思います。スモーキーブルーもいいんですよね。これはちょっと2色ぐらい買った方がいいと思いますし、今回の動画で収まりきらないので、まあ、1本独立して動画を作るのもいいかなと思うぐらいですね、非常に完成度が高いので、まあ3990円、一番価格帯を抑えた中では今期は無印良品のこちらアラエルミラノリブアビクルーネックワイドセーターですね。これ皆さんにお勧めしたいなと思うので、ぜひチェックしてみてください。はい、続いて2点目はですね、こちらグリーンレベルのハミルトンラムワイドカラーニット、価格は9900円ですね。まあ無印良品のものに比べるとちょっと上がるんですが、セレクトショップのオリジナルの中では比較的買いやすいので、これまたおすすめのニットかなと思っています。先ほどの無印良品のニットに比べると表面感が割とですね、凹凸があったりだとか、ちょっと毛羽立った感じも含めてニットらしい柔らかさだとか、少しですね素材感に面白みを感じるのがこちらのニットになっています。やっぱりニット特有の魅力というのがこういったものに関してはすごく丁寧に表現されているのかなと思います。まあ、サイズ感も少しゆとりがあって、首元だとか袖だとか裾のリブですね、このあたりも大胆に太めに捉えています。まあ、ラムのニットといえば結構このようなディテールのものが多いんですが、しっかりとこのあたりも表現していて、デザイン的なアクセントになってるんですね。無印良品のニットに関しては本当にベーシック、サイズ感だけは少しゆとりを持たせるぐらいのエッジにしてあるんですけども、グリーンレベルのものに関しては、まあ、素材にですね表面感少し毛羽立ちがあったりだとか、ニットらしい見た目になっていて、リブのデザインなんかでアクセントが効いているというところが大きな違いになってくるかなと思います。あとは色合いですね。例えばホワイトだとかダークグレーなんかは無印良品と同じような展開でベーシックで使いやすいかなと思います。まあ、中でも注目カラーはすごく綺麗なターコイズという色ですね。こちらがパッと華やかな印象で、この上にブラックだとかダークグレーのコートを着た時の差し色として活躍してくれるので、まあ、今回のグリーンレベルの中ではこのターコイズが一押しかなと思います。難しそうに思えますが、ボトムスをですね、例えばダークグレーだとかブラックで引き締めてしまって、あと上に着るコートなんですけども、結構これはブラック、ネイビー、ダークグレー、まあ、ベージュ系のコートなんかとも相性が良かったりするので、意外と着るとそんなに難しくはないので、ぜひ皆さんも一度トライしてみるのもいいのかなと思っています。まあ、このあたりはなんかシーズンカラー的なもんですよね。グリーンレベルのハミルトンラムニットに関しては毎シーズンやってるんですけども、この色に関してはちょっと例年にないような綺麗な色なので、よかったらチェックしていただければなと思っています。はい、続いて3点目はですね、同じニットのジャンルなんですが、デザインを変えていきます。こちら417エディビスのコットンカシミアスムースカーディガンですね。価格は9350円ということで、まあ、ニットの中でもカーディガンというのは T シャツだとかシャツの上に軽く羽織ることができて、アウター感覚でも使用できるので、まあ、すごく便利なアイテムかなと思っています。まあ、もちろんそんなに寒くない時期には T シャツもしくはシャツの重ね着でいいと思うんですが、もっと寒くなったらその上にコートだとかダウンという着こなしもできるので、まあ、意外とですね中間着としても使えるので1枚あると便利かなと思います。まあ、カーディガンも結構最近のものは僕の動画の中でもよくお伝えしていますが、あんまり薄手じゃないものの方が旬だなという感じなんですね。中肉厚で体のラインを拾いすぎないもの、サイズ感も少しゆとりがあって肩のラインがちょっと落ちてるものの方が今っぽいんですが、まさにそのあたりをしっかりと閉じ込めて作ってあるのが417のこちらのニットかなと思います。まあ、カラー展開は4色になっているんですが、個人的におすすめしたいのはこちらのブラックですね。まあ、ブラックと言いながらも実はですね、本当にこう真っ黒のものもあれば墨黒みたいにですねダークグレー寄りのものもあったりするんですが、まあ、こちらはどちらかというと真っ黒というよりは墨黒ダークグレーっぽい色合いなので、僕は重たくならないのでちょうどいいバランスなのかなと思っています。または爽やかに振るのであればこちらのグレーですね。これまたバランスがいいなと思います。まあ、ほとんどホワイトに近いような限りなく明るいグレーなんですけども、このあたりもですね清涼感あって爽やかな見た目が簡単に実現できるので、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。素材はですねコットンとカシミヤをミックスするような形で、あまりこうボコボコとしたような感じではないので、かなり肌触りもソフトで着心地もいいかなと思います。まあ、特にこのあたりのカーディガンって僕はですね T シャツの上にさらりと着ることが多いので、肌と直接触れることも多いんですね。その時にちょっとザラリとして素材感よりもこのようなスムースなカーディガンの方がやっぱり肌触りもいいし気軽に着やすいんですね。そのあたりも含めて結構使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、このあたりのですねカーディガンであればもちろん秋冬も使えますが、
春に使っても違和感はそこまでないので、まあ3シーズンしっかりとカバーできるようなニットで、まあかなりですね、反響のあるカーディガンなので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目のニットなんですが、こちらですね、ビューティー&ユースのスノーフレイクヤーン V ネックニット、価格は 14,960 円ということで、ちょっとお値段お高めではあるんですが、まあ、今回ご紹介する中でも襟元またデザイン変わりまして、V ネックのニットということで、こちらもご紹介できればなと思っています。まあ、冒頭にですね、丸首のニットをご紹介しましたが、このあたりは大定番なんですね。ここ数年はもうほとんど丸首のニットで間違いないというぐらいですね、定番的な位置づけになったのが丸首だったんですが、かつては V ネックもかなり強かったんですね。僕はまだ会社員をやっていた頃なんかは、もうニットといえば V ネックで、V ネックのニットだけでかなりバリエーションを持っていて、丸首なんて1枚も持ってなかったぐらいなんですね。まあ流行ってそれぐらいですね、行ったり来たりの繰り返しなんですが、その流れの中でここ数年ですね、また V ネックのニットもちょこちょこと出てきてるんですね。まだこう入れ替わるというところまでは来てないんですけども、まあこのバリエーションとして V ネックも出てきましたよということで、まあ、今回ご紹介したいのがこちらのビューティー&ユースのニットになってくるんですが、こちらもですね、僕がかつて着ていた V ネックのニットというと結構薄手でハイゲージのものが多かったんですね。しかもそれをですね、もう素肌の上に着るような感じで、もう首元がっつり見せながら V ネックのニット着ていたんですね。今思うと結構その時はセクシーで俺かっこいいだろう感をですね、強めに出していたんですが、まあなかなかですね、その格好今ではできないんですけども、まあ、最近の V ネックのニットというのは、まあ厚み的にですね、結構バリエーションがあって、もちろん薄いものもありますが、こちらのように、まあ中肉厚で、ちょっとしっかりめのものが増えています。まあ表面感もさらりとしているものもあるんですけども、こちらのようにちょっとこうワッフル編みになってたりだとか、表面にちょっとボコボコとしたような凹凸感があるもの、あえてこうキザっぽく見えるようなものではなくて、味わい深さみたいなものが感じられるものが増えているんですね。まさにそのあたりをしっかりと閉じ込めたのが、こちらの V ネックニットになっていまして、カラー展開は3色になっていますが、断然ベージュがおすすめです。まあ、ベージュの中でもちょっと明るめのカラーで色に混じり気があるんですね。単色ではなくて、まあ、ベージュの中にも少し濃淡が出るような混じり気があって、このあたりがなかなか上品な仕上がりになってるかなと思います。で、サイズ感もタイトではなくて少しだけ緩さを出しながら今のトレンド感をしっかりと拾っているので、まあ、これは1枚やると首元のデザインが V ネックに変わるだけで丸首とはまた違った魅力が感じられるかなと思います。じゃあこれどう着ればいいのかというと、丸首の白 T だとかモックネックの白カットソーだとか、そのあたりの上にですね、こちらの V ネックのニットを着ていただければ、それだけで着こなしが簡単に実現できるので意外と難しくないんですね。やると難しいのが素肌の上に着てるような感じでこちらを着用するとちょっとキザっぽく見えるかなと思うので、まあ、そのあたりさえ間違わなければかなり使い勝手がいいと思います。まあ、この上に着るものはもちろんコートも合うし、ダウンなんかでもいいと思うので、首元の印象を変えるという意味ではこちらの V ネックのニットもすごくいいかなと思います。まあ、もうちょっと価格を抑えたものでも全然いいかなと思うので、該当するようなものがあればぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目です。417エディピスのドライバーズプルオーバーニット9900円ですね。こちらもですね、まさに今のトレンドをしっかりと抑えたようなニットになってるかなと思います。まあ、僕もそうなんですけども、丸首のニットってここ数年ずっとトレンドアイテムから定番アイテムに変わってきていて、今年も色々とありますし、来年以降もこの流れって続いていくと思うんですね。そうなるともうすでに持ってるなーって感じになるかなと思います。そうなると先ほどご紹介したような襟元を V ネックにしたいだとか、もしくはちょっと襟の高さを出すようなモックネックにしたいだとか、まあ、さらには今回ご紹介するようなドライバーズニットですね、こういったものにすることでだいぶ印象が変わってくるかなと思います。まあ、この流れというのは本当に 2,3 年前からじわりじわりと来てるんですが、ドライバーズニットだとかハーフジップのニットはかなり市場でもですね、見かける機会が増えてきました。まあ、スウェットの素材感でやるものもあったりするんですが、これをニットにすることで大人っぽい雰囲気にもなるかなと思います。まあ、このようなハーフジップ系のものって10代20代のトレンドアイテムというイメージも僕の中では強かったんですが、まあ、スウェットじゃなくてニットにすることで大人の男性にも使いやすくなるかなと思います。まあ、417エディビスのものは価格帯が9900円ということで、セレクトショップのオリジナルの中でもちょっと抑えめでもありますし、デザイン的にも木をてらってなくて使い勝手がいいんですね。これだったら大人世代にも気軽にトライしやすいかなと思います。カラー展開3色になっていまして、個人的
的にはまずはブラックから試すのがいいんじゃないのかなと思います。まあ、写真にあるように白 T を入れて、その上にですね、このドライバーズニットを着てもらうという感じがバランスがいいと思います。で、このジップなんですけども、半分ぐらいですね、開けるぐらいのバランスがいいなと思ってまして、そうするとちょっと襟元から白 T も見えますし、適度にですね、こうドライバーズニットの襟が倒れる感じなんかも楽しめるかなと思うので、まあ、ぜひトライをしていただきたいなと思います。まあ、ブラックもいいんですが、あとナチュラルもなかなかバランスがいいなと思ってまして、秋冬の着こなしってどうしても暗いものが多くなりがちなので、少し明るさを出してあげるには、このベージュとナチュラルの中間ぐらいのカラーですね。これもなかなかバランスがいいかなと思います。体型も拾わないような少しゆとりのあるようなサイズ感で、縦にラインが走るようなあぜ編みになっていまして、スタイルもよく見えるので、これは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。見た目は結構コットンライクなんですけども、ポリエステル使ってるので、チクチク感もないですし、そのあたりも含めてバランスがいいニットになっているので、ちょっとニットにマンネリ化を感じてるなという方は、ぜひトライをしてみていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の男性に合う秋冬のニット5000というテーマでお届けをさせていただきました。まあマストアイテムですね。これは大人の男性にとっては必要不可欠なアイテムだと思ってるんですが、その中でも結構デザインにバリエーションがあるということを今回はお伝えしたかったんですね。まあよくですね、大人の鉄板アイテムっていう特集とかやるんですが、その中でニットをご紹介するときには大体1個か2個ぐらいしかご紹介できないんですね。だけどもそのニットだけで掘り下げていくと、まあ、今回のように襟元のデザインですね、丸首のものもありますし、今回ご紹介しませんでしたが、モックネックだとかタートルネックのようなちょっと襟の高いものもあったりします。それだけではなくてカーディガンもありますし、 V ネックのニットもありますし、今っぽいですねハーフジップのニットだとかドライバーズニットと呼ばれるようなこのジップですね、この縦に走るジップのおかげでちょっとモダンな雰囲気になったりだとか今っぽさも漂うので、こういったものの中からぜひ皆さんにしっくりくるものを選んでいただくと、まず間違いのないですねニット選びができるのかなと思っています。まあこれからもですね、こんな感じでこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしたいなと思っています。ただ普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、あとは専門ブランドですね、このあたりの情報に関しては僕がもう一つ運営してます、こちら YouTube のメンバーシップチャンネルの方でしっかりめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信をやっています。皆さんからいただいたご質問にその場で直接お答えしていますので、まあ、ぜひ気になる方はですね、こちら動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段ですね、なかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらは動画じゃありません、文章と写真ベースでおすすめのアイテムをどんどん皆さんにご紹介をしています。僕の方でも毎日更新をしていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を投稿することができて、最近ではですねコーデ診断みたいなものもやっていまして、皆さんのコーディネートの写真に対して僕が甘口で診断するみたいなこともやっていますので、気になる方はこちらも動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。